長い。何ですか。おじちゃんちょっと待ってね。はいはい、どうぞ。どうぞ。乗ってごらん。はい。はい、どうぞ。はい、ご飯。だってあんた何でるつもりでしようって思ってる。うん。もう、ちょっと待っててよ。はいはい。そっちの指は美味しいのか。うん、チュールがついてるからね。何？はい。美味しいね、美味しいね。うん。あれ？上にあるよ。どうぞ。美味しいよ。ニューネックくん、難しいね。頑張れ。ぴょん。取れないの？頑張って。じゃあじゃあ頑張って。母ちゃん頑張って。はい、どうぞ。切ない。ご飯食べな。食べ。はい、いいかね。ご飯おいしいね。はい、撫でます。はい、いい子だね。いい香り、いい子だね。撫で撫でになれようね。香り、いい子ね。よしよし。ご上でプライドの高いカオリンさん。あ、うん、はい、どうぞ。どうぞ、いいですよ。混ぜさせていただきありがとうございます。はい、閉まっちゃったよ。はい、そうなんだね。嬉しい、嬉しい。同じようなところから甘えるようになったあんずちゃん。あんずちゃんさ、かおりんちゃんを少し教育してみるっていうのどう？あんずちゃんそのものがまだもうちょっとなんだよね。でもめっちゃ甘えん坊さんになったんだけどな、あんずちゃん、ジョトカ行ってみる？どう？めっちゃ甘えん坊さんなのに、なのに。膝の上くらいは乗ってみないですか。でも完全にマオイさんなんだよね。マオイさんだと大丈夫っていう感じですよね。なんかね、ちょっと抱っこも少しできなくもないけど、でもいい、あんまり好き、なんだろう、うん、居心地良くないからすぐ降りたがるみたいな。触ることはできませんっていう風に言って譲渡会に出すか、で触れないのかっていうのを、うんうん、見るとあまり人気は出ないかと思うけど、ちょっと経験させるっていう意味では、うん、だかな。ケージの中にいる時に触れないかな。抱っこはできないけど、知らない人がでしょ、うん、今このうちの中で少しやっぱりまだ格差があるじゃん、うん、どうだろうね、ちょっとやってみないと分かんないからね、うん、はい、じゃあ始めますね。まずはでいいんですよね、名前はね、さんの、入院に伴って、と申しますが面会に来て、猫の、心配があるということでご自宅の鍵を借り、ご自宅の方を、見に行きました。餌を持って、そうしたところ、これは掃除が必要だぞという、これは猫のためにです、掃除が必要だというふうに感じたので、掃除をしようということに決まりました。ということで、現在に至るわけですが、現状、という夫婦で掃除をいたしておりますが、実はインターネットの有志の方で、協力しようという方も今現在いらっしゃいますということで、いいでしょうか。はい、ということ以外には、まあ、この先ね、あんま関係ないと思うんですけど、まあ、ちょっと子供に置いて、そういう、行政とか、あと地域の人とか、あ、そうそう、町内会長じゃないと思うんですけど、
会の方が後ろに控えていたんですね。ちょっと初老の方だったんですけど、その方はあの名刺を今日忘れたっていうことでちょっと僕も覚えてないんですが、そのくらいのエリアに話がちょっと広まってしまったっていうのがちょっと申し訳ないなとも思うんですが、現地で、申し開きしないと不審者ですからね、僕らね。私が頼んでるっていうことで、ね、うん、そういうことですが、はい、ちゃんと残っていればきっといいかなと。で、なんか、うん、通常だったら文章をとかなると思うんですけど、うん、もうご病気なので、今日はこれを使わせていただきますね。で、まあ、私が頼んでさんに猫のちょっと世話してもらえないかというようなことを言ったということは確かなんで、はい、まあできたらシェアハウスもできたらなということを考えてると、はい、まあ先の話ですけどね、はい、今のところ、現状では、この夫婦である程度のところまで、特に信仰会の地域振興課の方がもし、協力していただけるということであれば、それまでの間に、まとめられるものをまとめてしまいたいというところですね。で、まあ、目標は近々の目標はそこにあります。で、その後のことに関してはその状態で今どういうことか、あとはご本人のその病状の変化とか、あとはいつ頃に退院できるかとかも関わってきますからね。今回通手術っていうのは日本で初めてのカテーテル手術になるので、うん、まあ、病院側は慎重にはなってますよね、はいはいはい、ですからまだ手術する日程っていうのは決まってないです、うんうん、ただ来週中には完全にできるので、はい、してしまえば1週間ぐらい。そうですか、分かりました、一応ですね、その経緯とあと流れとしては、そのような話をお聞きして、まあ、普通な方ではないかもしれませんが、猫の世話がしたから鍵をお借りし、その鍵を持って、今掃除に行っています。で、お子さんが手術後退院できるという、頃合いを見てですね、ここにお返しできます。それでその後はその後のお話というふうにしたいと思います。はい、このぐらい集まってれば大丈夫かな。あずちゃん、あずちゃんいたずらしてんの。そしてカオリンちゃんのとこにぴょこって出て、ひょっこりなんだっけ、アンズになってんだよ。あ、爪引っかかった。カオリン、カオリンちゃん、カーテンからね、紐が、糸が出ちゃって爪が引っかかってながらのシャー。はい、はい、カオリンちゃん、はい、どうぞ。そこにいるとなでなでされるんだよ。よしよし、いい子だね、母ちゃん。おー、いい子いい子、ご飯に夢中でなでられても大丈夫。おしっぽがクッションみたいに、クイってなってる。かわいい。カオリン、これはしっぽはさ、もともとなの？でも中が曲がってるのかな、うん、かもしれないね。しっぽだったら怒るかな。お、伸びたよ。よいしょよいしょ。うん、出たね。うちはね、みんなね、
尻尾シュルイってやられるんだよ。カオリンもできるようになろうね。なんか尻尾ミニョンってなっちゃった。カオちゃん、うん、いただね。はい、いいです。はい、リコさんです。